潮見橋駅は、大阪府大阪市何区桜川3丁目8番74号に、ある、南海電気鉄道高野線の駅。駅番号は、NK06 から5。南海電鉄では最も北に位置する駅である。1935年頃の駅舎と、貨物ホーム、南海鉄道発達市より、東端式一面二線のホームを持つ、地上駅である。 ホームは2番線まであるが、大半の列車は1番線に発着する。かつては、貨物専用ヤードも併設していた。高野線の正式な起点であり、1985年に、大阪市の都市立体交差事業が行われる以前は、岸の里駅以南と直通していたため、当駅から高野線本線との一部区間運転列車が存在していたが、立体交差事業の実施後は、 線路が分断されたため直接高野線本線に乗り入れることが不可能となり、それ以後高野線本線は南馬駅から岸の里玉出駅まで南海本線を経由して極楽橋駅に乗り入れる列車のみとなった。このため辺り駅からは岸の里玉出駅までの区間運転の列車だけが運転されており、事実上は支線である。駅舎はホームの北端に接している。 自動改札機はあるが、自動生産機はないため、生産が必要な時は駅員に申し出なければならない。駅舎内には、昭和30年代当時の南海沿線観光案内図が近年まで現存していたなど、随所にターミナルの名残が見られる。なおこの案内図には、この案内図は昭和30年代のものです。との断り書きがあった。 劣化が進み一部剥落するなどしたため、南海電鉄は2016年3月1日に案内図を撤去、廃棄したと書かれていたが、その後2016年10月29日に開催された南海電車祭りにて小分けにされ販売されていたことが判明したため、誤報である。その後2021年5月28日に撤去された観光案内図をモチーフにした。 観光案内図を設置する予定である。この他、コンコース中央にある出発口も残されているが、現在は封鎖されている。駅名標も、駅番号をシールで追記したのみで旧来の手書きで書かれたスタイルが、長い間残されていたが、2016年7月、現在は、駅番号入りで中国語、韓国語兵器の現行デザインに更新されている。 2020年9月24日から駅舎外館に1900年代頃の賑わいあふれる塩見橋駅というテーマで壁面アートが制作され10月4日に完成したトイレは改札内にあり男女共用の推薦式便器が設置されている1993年4月18日から1995年8月24日までは 岸の里玉出駅の高野線側の高架化工事により、レールがどの路線とも接続していなかった。そのため、ほとんど使用されることのない2番線に、当時すでに廃線になった天王寺支線の天王寺駅にあった、研修用の設備をそのまま移転させて、使用の上研修用の車庫とし、さらにフェンスで追って乗客が前傾を眺められないようにしてあったが、 改札口付近に立てばその研修用車庫に止まっている車両を眺めることができた。新大阪駅と JR 南場駅、南海新今宮駅を結ぶ路線として計画中の何は筋線は当初の構想では南海については新今宮駅ではなく東駅に接続するとされていた。それによると、潮見橋線の木津川駅東駅間が地下化され、東駅の北方で東に曲がって、 何は筋の地下へ至ることになっていた。新今宮接続との決定がなされたことにより、当駅のみならず塩見橋線自体の存続が危ぶまれている状況である。2019年8月13日付、日本経済新聞には、今のところ塩見橋線の廃止の計画はないという、南海側のコメントが寄せられており、沿線活性化の試みも始められている。 2019年時の1日平均乗降人員は646人である。塩見橋線の駅としては6駅中3くらいである。大都市の駅としては極めて少ないが、2009年3月20日の阪神、南波線の開業後、桜川駅と隣接する当駅の利用客数が24%も増加しており、現在は、 塩見橋線と阪神南波線との乗り換え客の利用が中心となっている。近年の1日利用状況推移は下記の通り。駅前の塩見橋交差点で新な庭筋と千日前通りが交差している。駅を出て右方向へ向かうと大阪メトロ千日前線の桜川駅がある。大阪シティバスの地下鉄桜川停留所及び、幸い町三丁目停留所がある。 ありがとうございます。